大家好，我是牧田副長。陳堂堂子チャオ。こんにちは、牧田和久です。きっかけはまあ簡単に言うと、日本で戦力外になって、まあ、チームを探している中、台湾からのオファーがあったんで、台湾の野球、その、まあ、日本に来た、ワンポーロ、他も4割っていう聞いてて、本当に、なんだろう、打率がすごいいいっていうふうに見てるんで、実際まだそんなに試合で投げてないんで分かんないですけど、そこがどれぐらいのレベルなのかなっていう感じは、やってみないと分からないですね。とにかく暑いです。調整はもう順調では来てると思いますね。自分の特徴、やっぱりこう数が少ないアンダースローという中なんで、そのアンダースローを見ていただけたらなというふうに思います。仲いい人、みんな仲いいっていう、まだそんなにコミュニケーション取れてないですけど、まあ挨拶だとかはちゃんとできてると思うんで、まあ、これから徐々にコミュニケーションを取っていけたらなと。やっぱ言葉がなかなかわからない部分が多いんで、そこはやっぱり深くコミュニケーション取れてないんで、ただみんなこう親しくしてきてくれるんで、自分としては本当にありがたいなと思います。日本のプロ野球で9年、アメリカで2年、やってきました。今までの経験をチーム、この中心兄弟に、貢献できればなというふうに思ってます。ただなんか中心兄弟のチアでチュンチュンっていう人がすごい人気って聞いてたんで、それはちょっと気になって見てみたいですけど、ただそのチュンチュンって自分全然知らなくて、鳥のスズメのチュンチュンって鳴き声なんで、チュンチュンなのかな、台湾にいるのあれなのかなと思ってたんですけど。